お、今日は天気、ほら雲一つない。このカメラに映ってるとこにはこっちには雲がある。でもここは雲がない、雲一つない。それで見てくれ、沖合、ほらあれワカサギボートだよ。ほら釣れてるね、いっぱい出てるよ。ほら向こう岸ね、向こう岸はね、うん。で今日はね、なんかね、水がね減ってるな。え、もう水減っちゃうのって感じで、ほらだいぶ減ってるよ。ほらこれ、ほらほら見てよ、こんな減ってる。って感じだね。おい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 、あ、1メーター近く減りましたか。ここのとこ見るとわかるよ。ここほら、うん、まあ1メーターは行ってないけど、かなり減ってるよ。ここほらこんなだもんね。もう岸からのワカサギできないの。な、濁りはいい感じだけどね。ああ、もうボートだけかよって感じで。じゃあちょっとカメカメ池も覗いてみますか。多分ね、カメカメ池はね、もうね、干上がってはいないけど、魚釣りができるようなね、状態じゃないと思うよ。多分。うん。ほら、これだもん。これだもん。これだもん。ね。ほら、そこのところ。こんな感じだよ、もう。バスのバの字もないだろ、これじゃあ。ね、大きい魚みんなもうね出てちゃってるよね。ほらこんなだもん、浅いんだよそこのとこだって。ほら、ね、まあ一応ちょっとその際まで行ってみますか。ついにカメカメ池も冬自宅で釣りどころの状態じゃなくなっちゃったな。あ、ほらこんなだもん、干上がっちゃってこんなになってます。ここマイクロバスがよくいたとこ、ほらこんなだよ、こんな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 、ほらこんなね、その辺にもよくバスいたんだけど、こんなだよ。なんかここに変な生き物はいるけど、またこれだよお前、またこれか、またお前かって感じだけど、あ、まあいいや、うんね、うーん、でもこれだ、しょうがねえな、もう亀もいるみたいな感じも、あれ小魚かな、なんだよ、うん、バシャ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 やってるけど、あ、しょうがねえ。じゃあね、今日もね、まあワカサギ用の白刺しは持ってきたんだ今日はな。ワカサギこの前ちょろちょろっとワカサギボート出てたから、でもほらこの前は餌がなかったからできなかったんだな。今日は一応もういつでも持ってよと思って持ってきた。でもな、その前にな、やることがあるんだよ今日も。ちょっとな、その目的で今日はねちょっと早めにやってきた、ね、今ちょうど12時頃かな。うん、じゃあその目的のものをだな、これから始めましょう。でそれはな、これだよこれ、またか、また出たなこいつ。あ、それと今日はねもう一個あるよ、ほらこれこれだよね、ほらアブ2つあるからな。でこっちはいつもの、まあ、青物釣りに使うようにこうセットした、これはね、シマノのベーシス BG4 号な、それにこうこいつな、これセットした、いつも投げれんやってるやつ。こっちはなちょっとね初めてでしょ、これお初ですな。このアブのこのリールはなんかさ、確かサブちゃんでもって何回か紹介したよね。おい、これな、この竿はな、これな、船釣り用のダイワの、これはシーパワー2メーター40、ね、これにな、こうな、12号の今ね暫定的にこうなんかつけてんだけど、これでなちょっと投げてみようと思って。で何すんのこれって、そうこれはね、アメナ祭りにな、このリールをちょっと使ってみようかなと思って、このな、この船釣り用の竿でこうセットして投げられるかどうか、今日はなちょっとな、これ試してみようと思ってな、この2つをここで投げ練してみる。じゃあな、まずはこっちの5メーターのね、この竿から、あ、ブレーキな、最初はな、ちょっと入れときますか、まあ、4ね、よし、じゃあこれで投げてみる。ほら、ああ、見てくれ、バックラッシュの場の字もないね、ヒーとか言って飛んだでしょ、ね、やっぱり先生、王さんの教えを固く守って投げればこういう風に大丈夫なんだな、うん、分かったよ、本当にね。もう一回じゃあこのな、ブレーキ4のまま投げてみましょう。もう大丈夫だろう。でもそうやって油断するとごちゃごちゃになバックラッシュを収録する。おー、ちょっとなんかブヤーって言ったけど、あ、治った。あ、ちょっとなんかな、でもな、やっぱり油断禁物だな、やばかった、なんかビーとか言った。
じゃあもう一回、もう一回。ちょっと今の天ぷら気味だったのかな、なんかそれで失速したのかもしれないね。うん、やっぱり飛んでいくこのカゴが失速するとダメなんだよな。よし、じゃあもう一回な、もう一回、もう一回か。ほら、ああ最後のところの押さえがちょっと遅かった。でもまあ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 、よし、乗った。よっしゃよっしゃ、じゃあもう一回な。今度はじゃあ、3人までね、もう一段ブレーキを緩めて、それで成功したらこっちのもう一個の方、こっちね、こっちの2m40の方で投げてみよう。よっしゃよっしゃ、まあまあなんとなくね、うまくいくようになった。でもね、ちょっとでもバックラッシュするとね、実況ではね致命的だから、バックラッシュ状態にまでいかなくてもな、うん、じゃあちょっとな、3にして、とにかくラインがもう膨らんじゃうのだけでダメだからな。よし、じゃあ行くぞ。よっしゃ、ほら、負けた、負けた。あ、まあちょっと、ちょっとここ、ああ、これ直ったな。よしよし。じゃあもう一回、もう一回3でな、やって。それで、こっちの5メーターの差は終わりましょう。ね、完璧だよ、ね、やったな。じゃあこっちの 5m の方の差はこれで OK とね、今日の投げ練は大成功。よしよしよし。でもう一つのな、この飴玉に使うというね、 2m40 船釣り用のなシーパワー、これ結構ね、あの竿はね、重り負荷はねでかいからな。ただまあ投げる竿じゃないから、なんなんだけどな。じゃあこれ置いといて、ここにね置いといて、それでこちらでございます。これね、これ重り負荷はね、確かね80号から150号っていう、こういうね、そうなんだ、結構ね、まあ、パワーはある。だからシーパワーっていう名前なんだろうけど、じゃあこっちもな、もうあ、これが入ってるな。ブレーキをやっぱり5にするか、5ね、3、4、5、よし5。これでちょっと最初軽くな、軽く、どんなもんかな、これ投げづらいな、これ短いから。お、ほら、あんまり飛ばないけど、あ、なんとなく飛ばせるね。バックラッシュしない。P が巻いたんだよね。 P の何号かな、これな。一応石台釣り用に使おうと思ってこのリールは買ったんで、ただ石台釣りあんまり行かないからね、石台釣れる場所って言ったら伊豆大島ぐらいしかないから、だから全然使わないのも何かなと思ってな。それで飴玉に使えばいいんだと思ってさ、それでね、こういうふうに巻いてみたの。もう一回行こうな。なんかこれは短いから投げづらいね、やっぱね。うん、この辺持った方がいいのかな、ちょっとこの近くをね。それでほら、なんかこっちも一応鳴く顔だから、ふうふうとか言ったね。ちょっと今ライナー気味だったね、うん、じゃあもう一回。でもバックラッシュはしないな、さすが。うん、もうね、王さんのとにかく教えに従ってね、教えを固く守り、投げれば短くても大丈夫と、そういうことなんだ、さわな。じゃあちょっと今度はこれを、どっちだ、こうか、3ぐらいまでこうね、ちょっとブレーキ緩めて、これで投げてみる。もうなんか、ああ、ほら、ちょっとね、ちょっと気を許すとこういうふうに。P の方がバックラッシュすると、多分、ほどくのが大変なことになるんじゃないかと思うんだけど、腰がないからか。この P はまあ確か船釣り用のやつで、比較的腰のある P なんだけどね。安い P だから。治ってきた、ほら。でもこれじゃまずいよな。この状態になっちゃうと、まあほら、ね、乗った。釣りが中断しちゃうっていうことだからな、うん、まずい。
ライナー気味にでも飛んでいくね、これね。竿が短いからかな。なんか、やっぱり離す、この位置が遅すぎるんだ。もっとだから早く離せばいいんだ。ラインね。もう少し山掛けじゃないと、多分、良くないんじゃないかと。じゃあもう一回な。もう一回投げて。でもまあ投げられるっていうのは、投げられるんだね。こんなカゴをつけないからね。雨生の場合はぶっ込みだから。ただの重りだけだからね。またなんかちょっと膨らんだ。でもまあ、なんとかだな。やっぱり少しブレーキ入れといた方がいいのかもしれないね。ブレーキを少し入れといた方が。どうせ、飴玉ってそんなに遠投しないから、あそこの霞ヶ浦は。せいぜい20メーターぐらい飛んできゃいいんで、今ぐらいのとこまで飛びはもう多分十分だと思うんだよね。そしたらこれでな、結構楽しいんじゃないかな。この竿でやればパワーあるし、同じやつで長さでもう一個 C フレックスっていう同調子のも持ってるんで、それとな2つ持っておけば、そっちのこの5メーターのについたやつとこれで日本竿で雨玉釣りできるから、それも楽しいかなと思ってな。ほらね、ほら、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。今度ねこれでね雨玉釣り行きましょう。ということでな、今日のこの鍋連は大成功のうちにこれで終了にしましょう。おっしゃ、じゃあ気持ちよく鍋連を終えた後はダメ元のワカサギ釣りな。まあ今日もまた元が取れたダメ元かもしれないけど、まあしょうがねえな。もしどうしてもダメだったら練り湯も持ってるしね、なんか釣りにしましょう。でもワカサギな、あんだけボートが出てんだから、こっち岸にも少しはいるんじゃねえのかなって。それが甘いかね。水もちょっとね今日引いちゃってるしな。厳しいかもしんないね。まあしょうがない。今日はじゃあこの辺でやってみますか。この辺、ここ一番こう釣りやすいんだよね。だいぶでもほら引いてるね。まあいいや、ここで竿出してみましょう。よっしゃ、じゃあこんなんでね、ワカサギ5本針近くに白刺しの餌をつけました。今日もね、めんどくさいから半切りはしないね。もうめんどくさいからね。あれ半切りするともう餌付け替えるのが、頻繁に付け替えないとダメなんでな、結構めんどくさいから。じゃあ連れてくれ、頼む。やっぱ浅いな、水深がね。でも70センチぐらい引いてんのかな。結構引いてるよ。濁りはまあまあいい感じなんだけどな。岸にワカサギが寄ってるかどうかなんだよな。ボートのいるね、対岸のあの辺っていうのはね、すごい深いんだよ、あそこは。6メーターとか10メーターとか、あっち側は。こっち側は浅いの。とにかく2メーターぐらい。深くても3メーターぐらいかな。だから、ね、今日、素敵な祝儀板もつけてんだけど、祝儀板つけたからって言ってな。釣れるもんじゃないから。ダメだ、浅くてね、全然ダメ。当たりもないし、とにかく浅すぎるわ。当たりがないよ、ダメ。やっぱりね、一本針で、まあ練り柄のこませまいて白刺しで何か狙った方がいいかもしれないね。何かっていうのは早とか、まあ追川か、しょうがねえ。それにしましょう。じゃあこれだ、竿も変えた、仕掛けも変えた、一本針。これでな、このハエ用の針に白刺しつけてな。でさっき練り柄のコマセもちょろちょろっと巻いといたんでね、これで何かを狙ってみる。まあそれにしても今日もまた釣りは瞑想だな。瞑想と言っても思いにふける方じゃなくて、迷って走る方のな。釣れた。なんか、外れた。なんかがでもかかったな。ちっちゃいやつ。もしかしてワカサギ？なことはないな。一本針じゃ釣れないんだよね、ワカサギはね。それにね、やっぱりね、ここはね、この、浚渫船の砂利運搬船が、この船ね、砂利運ぶ船が、川の真ん中をね、行ったり来たりしないとダメなの。そうすると、真ん中にいる、深場にいるワカサギが全部逃げて、こっちの端っこの方に来ちゃうから。そうするとな、手竿でな、バカバカ釣れるんだよ。
いつも大体そのパターンなんだよな。今浚渫船はなんか下流の方で作業やってていねえんだここに。早く上流に来いってんだよな。どうしちゃったんだ、ね、多分ね張りかかってくるのはね早だよ早。どうせ早だよ、または及川、ね、それしかない、多分それしかないと思う、うん、かかった。なんか釣れた。なんか釣れた。ほら、あやでしょ。あやでしょ。及川かな。それと。せーの。そらーっと。あ、及川だ。お、及川釣れたよ。ほらね。あ、今日もまた不幸な及川くんが釣れちゃったな。え、おい、ほら、ほらほらほら。じゃあ、一匹釣れたから少しまたちょっとごませをね。その辺によいしょってこう巻いて、ね、それで白刺し空、また釣れた、また釣れた、また釣れた、あ、また及川っぽい、銀色してるから空、よいしょ、ほらほら、また及川、やった。おお、なかなか調子がいいぞ今日は。もうこんな感じでね、ワカサギ釣りはいつの間にか及川釣りになってしまいました。まさに瞑想だな。まあしょうがねえな。あ、かかった。でもね、今日はね、及川がずっと釣り続く、本当に。ほら、これもまた、よーい、ちょっとほら、及川だ。ね。本当に及川が釣れ続いてますよ。ほいで、ほら。ね。ほら。ほいで、今日はな、うん、結構釣れたよ、及川。ね。ほら、この中に入ってんだけど、ちょっと出してみようか。ね。及川。でも10匹なんてもんじゃないよ、ほら。こんなにいっぱい、こんなにいっぱい釣れた。あんたどうすんのみたいな。また2つ抜けみたいな。え、いっぱいいるよこれ、どうしよう今日ね。これ素揚げにして食いますか。もうこの辺で勘弁しとくかな。はい、はい、それで今回持ち帰った釣果を見てください。及川がなんと18匹も釣れました。すごいね、こんなに釣れるとはね思わなかったですよ。どうせ1匹釣れて、あとはね、ハヤがバカ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 釣れるんだろうなと思ってたら、そんなことなかったね。どういう風の吹き回しなんでしょうね。まあこんなこともあるんだね。でな、今日な、これほら、みんな型がね揃ってんだよ。結構いい型ね。で、何しようかなって思ったんだけど、まあまた素揚げも何かなと思って。でね、まあ素揚げの他に及川の美味しい料理って言えばもう天ぷらだね。今日こんなにいっぱいいるからな、まあ、天ぷら作れば食い応えがあるんだろうなと思って、まあ、天ぷらにしてみようと思う。でな、天ぷらにつけるやつはな、いつもだと塩なんだけど、今日は冷蔵庫の中にこんなものがあったんだよ。カット大根、ほら半分でもってこう売ってるやつね。え、これお前もしかしてこの前の及川一匹食った時の動画のあの残りだろうって。まさにその通りでございます。やれになっちゃいそうだな、こういうのな。ほらね、使ってそのまんま残ってんのね。もう動画ネタで使うだけなんですよ、こういうのを買うと。でな、これをな、まあ、大根おろしにしてかけてみようと思うんだけど、ただ大根おろしにするだけじゃねえって思ってな、これだよ、出た、また出ました。今日でも赤いぞ、見てくれ。この前は青かったよね。今日はほら赤いの、硫黄島唐辛子がこうね、熟すとこ赤くなるんですよ。もちろん唐辛子だから赤くなんだけど、でもこれがほらもう熟した、成熟した大きさなんだよ。成長した大きさね、こんなちっちゃいのだったんだよ。ほらマッチ棒みたいでしょ。今マッチ棒って言ってももうマッチ使わないからな、何のことって感じだけどね。ほらこんなだよ、こんなちっちゃいの。でも激辛、これをな、またこの前みたいにこの大根おろしでもってリボルバー作って、その中に硫黄島唐辛子の弾丸を詰めてから大根おろしにして、それを天ぷらにつけて食ってみようと思う。じゃあね、及川の方はいつものようにね、天ぷらネタにさばいていくんですけど、まあね、鱗はね、まあ及川の鱗ってね、薄くてね柔らかいから取っても取んなくてもいいんだけど、まあ適当にね、こう適当に取っといた方がね、まあ鱗が調理するときこうまな板にくっつかなかったりするからね、まあ適当にね、こう適当に適当に取りましょう。こんな感じでね、こう適当に鱗が取れたらね、このぐらいの小魚はね、天ぷらネタにするのはもう開きですね、開き。
まずはこう頭を落としてね。で、背開きでも腹開きでもいいんだけど、まあ私はね、やりやすいからこの背開きにしちゃいます。こんな感じね。ほら、背開きになったでしょ。そしたらこの真ん中についてる内臓ね、これを切った面にね、とにかくつけないようにこう取ると、取ると。今日もなんかね、乳白色のこの体内脂肪が入ってますね。これね、これほら。でも緑色のこれ、これはね、及川が食べた藻だね。藻、あいつら藻食べてんだね、これね。じゃあね、これで、あとはここ、ここにこう背骨がついてるから、この背骨はね、調理バサミで取り去りましょう。ここね、こっからこうハサミを入れて、こんな感じでまずね、こっち側はね、こうチョキチョキってこう切っていくのね。こうやって、そしたらこの反対側、こっちはね、こう切って、こういうふうにすると小魚の背骨は簡単にね、こう取れちゃうから、こうやって、ほら取れたね。こうやって、でここについてる黒いの、これね、腹膜なんだけどね、まああまり気にすることはないですよ。でね、気になるんだったらこれはね、指でね、こういうふうにね、こういうふうにね、こそぐとね、こう取れちゃうから、ね、こう取れた。でここにあばら骨ついてんだけど、これもね、まああばら骨なんかね取らなくてもいいんだけど、どうしてもあばら骨がね当たるのが嫌な人はこの包丁でね、こんな感じでこう叩くのね、叩くの。そうすると骨切りになるから、これでこのあばら骨はこう破断されてしまうと。これで及川天ぷらネタの出来上がりです。でこのように及川18匹が天ぷらネタになりました。あとはね、もう衣をつけて油で揚げるだけで天ぷらの出来上がりですからね。天ぷら作りの紹介なんていいよね。っていうか、天ぷら作りの紹介めんどくさいし、だから天ぷら作りはこの辺で一旦終了にして、次はこれ、大根。このやれになりかけた大根、これの大根おろしな。この硫黄島唐辛子入りの大根おろし作りにかかろうじゃないの。じゃあな、この大根ね、大根、大根は大根おろしに使う分ぐらいをこうな、適当にまず切ってね、こう切って、これだ、今回使うのはね。そしたら硫黄島唐辛子がね、全部でね、これ11個あるんだ、11個。だからこの菜箸の先で、ここにな、このリボルバ、リボルバな、リボルバ、リボルバ、こう11個穴を開けんのね。にこれで11個開いたかな。そしたらな、この硫黄島唐辛子っていうのはね、あ、緑色の時もやったけど、これね、すぐね、この柄の部分が取れるんですよ。こういうふうにほら、簡単に取れちゃうんだよ、これね。で取ったら、これをこのリボルバーの中に、この弾丸だからさ、詰めるの、こうやって。これをな、全部やるの。 この硫黄島唐辛子っていうのはこう赤くね、実るとね、その後木になった状態で1週間ぐらい経つと、自然にな、これがな、こうな、ポロッとポロッと落ちちゃうんだよ、地面に。この実がね、あの脱落性があるっていうんだけど、だから赤いのを使いたい人はね、赤くなったらすぐに収穫しないと地面に落っこっちゃうからね、ポロッと。普通の唐辛子ってそんな風にならないでしょね。でも硫黄島唐辛子はそうなるんだよ。なんでだかね、なんか野生だからか、それとも改良されてないからなのか、原始的だからかわかんないけど、とにかくそうなんだ、脱落性があるね。覚えておかなくてもいいけど、そんなことはな、まあ、とにかくそういうものなんだよ、硫黄島唐辛子っていうのはね。硫黄島だからな、硫黄島とも昔は言ってたらしいけど、まあ今正確には硫黄島なんだってな、うん、硫黄島に生えてるの、自生してるの。島唐辛子、島唐辛子は木立唐辛子っていうんだよね、正式にはね、うん、普通の唐辛子とはちょっと種類が違うんだな、うん、これな、うん、硫黄島にしか生えてないという。まあ硫黄島から戦時中というか戦争中に疎開させられた人が、なんか小笠原諸島にこれを持ってって、小笠原にもあるらしいんだけど、こうやってほらね、これ全部詰めた、弾丸詰めたら、次はこのおろしがね、下にこう受け皿がついてるっていうか、こういうやつね、今回使いましょう。でこれでな、これをこうすぐ、おお、できました、できました、できました。赤いな、これはね、激辛だよ、激辛大根おろしでございます。じゃあな、これを天ぷらにつけて晩酌ぶっこくことにいたしましょう。はい、できました、上がりました、できました、上がりました、できました。おお、すげえボリュームだな。おい、見てくれ、このでっかい皿に18匹全部ね、揚げて盛りました。
18匹。こんなにボリュームだよ。すごいよ、これ。それと、これ。うわー、オレンジ色だな、これな。おい、辛いよー、こいつ。大根おろし。大辛大根おろし。あ、これをつけて、これを食うんだけど、まあ、本当に量が多いわ。じゃあちょっとな、食ってみましょう、やる前に。これな、準備しましょう。っていうな、これだけだとね、大根おろしと唐辛子だから、今回ね、お醤油の代わりにこのね、昆布醤油って、まあ、だし醤油だな、これな。この、当倍で使えるだし醤油、これをな、こうダーって入れて、ほーら、こういう風にして、これで、食ってみようじゃないのってとこで、準備ができたとこで、それでは早速、食ってみましょう！これだよ。これだよ。ほら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 。ね。じゃあな、早速食ってみましょう。もう手前からしか取れないからね。これね、これほら。ね、おいか。ほら、揚げたてですよ。おいかの天ぷらってのはとにかくね、この皮目がね、綺麗なんだよね。これはよくわかんないけどね、これなんかも、なんとなくわかるかな。今の季節でもね、なんかこのオレンジ色のこの線がね、あんまりこう目立たないんだけどね、とにかく綺麗なんですよね、おいかはね、この皮目が。でな、これ、ここにこうダバッとつけて。これすごい辛いよ。硫黄島唐辛子はとにかくね、普通の唐辛子と違ってね、ちっちゃいけどものすごい辛い。激辛だから。本当に激辛だからね。うん。まあ、でも手に入らないからわかんないよね、どんな激辛かね。まあ、じゃあ、いきます。うん、うまい、うまい、うまいけど辛い。うん、辛い。うん、辛いけど私は辛いの大好きだからね、大丈夫。いきます。うん、うまい。今日のはね、なかなか型が良かったからね、食い応えがあるわ。うん、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 うまい、うまい、うまい。うん、じゃあこれな、いきます。うん、ウイカっていうのはね、身がね、柔らかくてね、それにね、独特の旨味があるんだよね。うん。うん、これがたまらん。うん。たまらん。うん。本当に。うん。うん。この辺にほら、ちょっとね、ほら、オレンジ色の。季節によってはこれがね、結構ね、綺麗にね、こう出るんだな。うん。なんで、お酢のあのね、夏の昆虫が出たやつ、あれはまずいんだよ。あれはね、美味しくないから。あの骨っぽくて。あれはダメ。ね。うん、今の季節なら大丈夫って感じかな。いきます。うん、うまい。で、うん、今日釣ったこれな、みんなメスかって言うとそんなことはないんだよ。うん、今の季節は産卵がもう終わっちゃったのかな。そうするとオスもまた混食なくなっちゃうからね。うん、オスもメスも分かんなくなっちゃうんだ。そうすると食味的にはね、結構美味しくなるのな。まあ、そんなもんなんですよ。イエス。うん、うまい、うまい。ほんとよくでかいからな。うん、三口から四口ぐらいで、うん、パクパクと食うって感じ。晩ご飯だな、これな。晩酌の酒の魚って言っても晩ご飯だよ。おいかは晩ご飯でって、なんかすごいな。まあ魚食業になったみたいだよ。ブラックバスになったのかお前は、みたいな感じ。イエス。うん、うまい、うまい。うん、でも、うん、本当にね、最高。うん、うん、まあでも辛いよ、辛い。うん、結構辛いこれ。うん、うん、もう一匹な、もう一匹。うん、うん、皮目が綺麗なやつがいいな。うん、これとかどう、これほら、とにかくほらね、ほら、ここのところにピッ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 とな。うん、これ綺麗だよな。うん、なんかね、本当にね、美味しいんだよこれ。綺麗で目にも美味しいでな。それ辛、だんだん辛くなってきた。いきます。うん、うん、うまい、うん、うまい、うん、うまいよ本当。うん、硫黄島唐辛子、レアものが好きな人はね、うん、あの、栽培してみたらいいですよ。種はね、ケンタンタイ PX で売ってるから。いきます。うん、うまい。うん、うまいよ。立て続けに3匹食っちまったな。じゃあな、ここらでお酒といきましょう。お酒とくれば今日は日本酒だぞって感じで、これだよ。まあ、本地酒っていうものかね。本地酒ね、これ、これはな、実はな、東京の地酒でございます。沢の井ってな、ほら、東京都は青梅市だな。青梅市、青梅市にな、ちゃんとな、造り酒屋があるんだよ東京でも。ほら、奥多摩うま口仕込みって書いてあるね。奥多摩、奥多摩だぞ。多摩川だけど奥多摩だからな、河口域じゃないから美味しいんですよ。これをな、この湯飲みでいただくことにする。それではいただきます。いただきます。いただきます。
今日のはね、なかなかね、こうすっきりした中にやっぱりね、うまみがあるな。ほのかな甘みっていうんですか、本地酒って本当の地酒だよって意味かな。美味しいっすよ。ありがとうございます。本地酒沢の井純米。でね、このね、この造り酒屋はね、このね、カニのマークなんですよ。ほらカニのマークな、沢ガニのマークってことだろうね、きっとね。奥多摩だからな。奥多摩ってのはタマゾンじゃないからな。小沢酒造っていうところが作ってるで、裏見るとな、まあご多分に漏れず、こうほら、なんか能書きが、能書きが書いたんだよ。剣探隊のいつものあの能書きと同じようなな、能書きが。能書き好きだよな、みんなな。まあ、しょうがないな。でもこれ美味しいよ、本当に。ありがとうございます。いやー、それにしてもね、今日はね、及川がね、こんなに釣れるとは思わなかったよ。それでもやっぱりワカサギは釣れないからな。ダメだね、ワカサギはね。とにかくね、あの、川のね、この端の方に来ないんだよね。真ん中をね、でっかい船が通らないと。でっかい船っていうのは浚渫船なんだよな。だから、浚渫船が来ないと岸では釣れないと。そういうことなんだな。浚渫船待ちだな。浚渫船が来たらな、ぜひとも行ってみたいと思うんだけど、いつ来るかわかんないしな。あの河原も、うちから結構遠いからな。なんとも言えないんだけど、でもな、まあ、またいつか、またいつかって言っても明日か明後日なんだけど、行ってみるからよ。ねえ、てなわけで、今日の動画はこれにて終了しますが、また、ワカサギ釣りファンの人っているのかな？わかんないけど、もしいたならば、ワカサギ釣りファンの人とはまたワカサギ釣り動画で会いましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。